J-WAVE Radio Sakamoto J-WAVE Radio Sakamoto。 ここからは僕ゆずあんと長島理香子、そしてスカイプで坂本龍一さんにもつながってます。ピース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 。ですね、その記事のフィールドレコーディングもいいと思ったんですけど、はい、いまいちどれが記事なのか、どれがあの QI 行動なのか、 いまいち僕には分かんなかったです。うん、ただその2週間も観察してたっていうのがすごいなと思って。そうですよね。うん、2週間の中でベストの音だったんでしょうね、それ。どうなんでしょうかね。ね、あれなんじゃない、求愛するタイミングがやっと来たって感じなんじゃない、せっかくだから聞いてみましょうかね。うん、あ、そう、このケンケンだと思うんですけど、これね、いまいちなんかさ、そのほっとかれてる感があるじゃない、これなんかどう楽しめばいいんだろうみたいな。ちょっとやっぱノーマルもちょっとわからないっていうのもありません、ね、そうね、記事、うん、でも記事って一般的にケーンケーンって鳴くって言われてるけど、全然ケーンには聞こえないですよね、これ。まあでもまあこの中ではケーンケーンに近いかな、このいろいろある音の中では。この中のだけどさ、こう聞いてる僕たちがさ、なんかいまいち入り込めないっていうか置いてかれちゃってる感じがあるんですけど。そうですね、ね、いまいち分かりにくい状況が、うん、じゃあそんなところですかね。